たら、気がついたら今僕はここにいた。ここは一体どこなんでしょうか。飛行機の窓から街並みを眺めております。赤い屋根が目立つような気がします。そして緑も多くて霧がかったようなもやのような空気がみずみずしさを感じさせてくれます。赤い屋根の建物の街並みと小さな川が見えております。そして幹線道路には多くの車が行き交っております。そしてこれは何でしょうかね、プランテーションなんですかね、木みたいな。ここはどこでしょうか。ホテルですね。ここは一体どこのホテルなのでしょうか。窓の外には空港があります。ここは一体どこなんでしょうか。また飛行、今度は船に乗っておりますね。これは一体どこなんでしょうか。When taken with the Philippine Coast Guard, we have to reduce our normal speed as we are still cruising the Cebu Harbor Channel. At this point, kindly direct your attention to the screen for the prayer and safety demonstration. Super, なんとかって書いてありますね。海ですね。船着き場です。たくさん建物が建っていて、車とかね、お店が並んでおります。バイクも走っていて、なんかバイクのタクシーみたいな。そして壁画もいろいろ落書きで、なんか綺麗な落書きが書かれております。交通量が多いですね。なんかボロボロですね。なんかちょっと小汚い感じもするけども、それがまた味わい深いような、そんな雰囲気が伝わってきます。水の中も透き通っております。対岸にも陸地が見えて、木がたくさんね見えております。立てながら、今マクドナルドがあったのかな。交通量が多いですね。ここは一体どこなんでしょうか。どこなんでしょうか。なんか海に空が映っていて、とても綺麗ですね。みずみずしい場所ですね。一気に都会の街になりました。場所が途中から変わっているようでございます。気がついたら今僕はここにいた。ここは一体どこなんでしょうか。濡れた都会の街並み、さびれた教会、味わい深いと思います。夕暮れ時になって街灯とかね、ネオンとか電飾がついております。そしてまた飛行機に乗ってまた違うところに行くようでございます。ここは一体どこなんでしょうか。
海と細長い陸地と、そして雲と、そして翼が見えております。ここは一体どこなんでしょうか。雲の下に陸地が見えております。飛行機から降りたようでございます。セブパシフィックっていう文字が見えましたね。セブから飛行機に乗って違うところに来たんだと思います。すごいですね。ここが宿かもしれませんね。窓の向こうにいっぱい屋根が見えております。ワンちゃんでございます。かわいいワンちゃんがいます。はい、OK、すごいね。バキバキ水上の街みたいですね。OK、OK。気がついたら今僕はここにいた。